はい、星の字ゆうちゃんです。月収100万整体師のコミュニケーションの法則20、今日は法則その16のお話です。法則その16はこちらです。今日が最初と考えということです。これはどういうことかと言いますと、患者さんと対応して、で、内容をしっかりと記録しといて、で、次回を提案、宿題を出して、次回を提案して、で、次来てもらいますよね。で、その来てもらった時に、もちろん前回のことを元にしてやるんですけれども、あまり前回の状態にとらわれすぎるとよくありません。常にですね、この人は最初に来た人や、つまり常に新規の患者さんと思って接してみてください。前回こうやったからっていう頭で見てしまうと、見えないところが出てきてしまいます。つまり盲点が出てしまいますので、常にまっさらな人として、見るということを毎回です。心がけてください。これ非常に大事なポイントです。どうやったらいいか、それはもう意識しかないです。そういう意識で常に対応するということです。前回の記憶をもとにその人を見てしまうと、その人の今現在の体の状態っていうのがブラインドがかかってしまって、記憶のせいでね、今の頭の中の記憶としてその人を見ていることになってしまいますから、これ盲点がかかってしまって、体のその人に今その人に起きている本当の体の問題点っていうのが見えなくなってしまいますから、ぜひね、この今日が最初と考える、常に、全員ですね、毎回新規の患者さんだと思って接するという、そういう心づもり非常に大事に、してください。これは非常に大事なポイントなのでね、よく言いますよね。例えば、ご夫婦で奥さんが、髪の毛切っても旦那さんは気づいてくれないとかよく言いますけれども、これもそういうことでしてね、もうつまり、長年連れ添った夫婦になりますと、要は記憶の中の奥さんとか記憶の中の旦那さんとして見てるので、こと細かく観察しないですよね、長年連れ添うとね。そうなってくると思うんですね。ラブラブの時は違うかもしれませんけどね、こと細かく見ますけれども、見つめ合ったりしますけれども、長年ね、あれから40年も経って長年連れ添うとですね、そうでもなくなってしまって、もう記憶の中の、旦那さん、旦那とか奥さんとか、そういう見方になってしまいますから、そこにね、だから髪の毛切ったところで記憶の中なんで、そんなとこ見てないので、見えなくなってしまって、そういう髪の毛切ったことにさえ気づかないということが起きます。それと一緒でですね、患者さんを毎回新しい人として見るという視点、これすごく大事なんでね、持って対応するようにしてください。もう気づけないとこまで気づいてあげるね、めちゃめちゃ大事ですから、ぜひこれ意識してやってくださいね。今日の話は以上になります。次回は月収100万整体師のコミュニケーションの法則20、法則その17をお届けします。では、はい、追伸ですけれども、今日が最初と考えて、常に毎回新規の患者さんとしてその人を見るっていう視点は大事ですよっていう話をしました。で、しかしもちろんですね、内容を記録して前回これできなかったけども今回はこれできましたね、そういう見方は同時に大事ですので、両方大事だということです。だから前回できなかったことが今回これできてるじゃないですか、すごいですねって、それを発見して喜んであげるっていうのは大事ですからね。しかし、そればかりにとらわれすぎてもいけないよということなんですね。で、月収100万円以上を稼ぎ出す先生ほど、今日が最初の人、つまり毎回新規丸ごと全体をしっかり今日の状態をちゃんと見るということです。前回こうやったからっていうので、そこをちゃんと見るというのをサボらないということをね、いうことなので、そこをあんまり勘違いしないようにね、してください。ということで、お話は以上になります。バイバイ。